皆さんこんにちは。今日はこれから大腿四頭筋を鍛えるトレーニングをやっていきます。大腿四頭筋というとここら辺ですね。この辺とかこの太ももの前あたりです。内容自体はすごくシンプルでどなたにでも行ってもらえるようには考えていますが、足のトレーニングっていうのはすごく使えます。トレーニング終わると足がプルプルプルっとしてね、立つこと自体がちょっとしんどくなる可能性があるので、少しね、頑張ってほしいのですが、各種目の動きは、後ほど、説明しながら一緒にやっていきます。そして、よくご質問いただいていた、この T シャツが、販売、されていますが、今在庫がほぼほぼないです。今、いくつか残っているものとしては、2XL が、残っています。そしてこの色はまだ出ていなくて、これから発売される予定ではありますが、現在出てるのは黒色です。はい、僕がいつも着てるやつですね、のパーカーとこの T シャツです。こんな感じで。そしてこれからサイズも S、M と、販売します。このサイズが今までなかったので S、M と出て L、XL、2XL までサイズを用意しています。よければ、概要欄にリンク載せているのでチェックしてみてください。そしてストア名はキースネットとして、販売をしています。はい。で、これからまた新しいデザインとか様々なものが出てくると思うので、よければ、そちらのストアのメルマガも登録してください。そして先週、前回の動画でハムストリングのトレーニングやりました。まだ見られてない方はぜひ見てください。ハムストリングというと、今回やります大腿四頭筋のちょうど裏側になります。そちらのトレーニングでも今回やりますように、器具は一切使わずに自分の体、ボディウェイト、でトレーニングを行っていくので、足回りを、もっと鍛えたいという方は今回やるトレーニング大腿四頭筋と前回やりましたハムストリングのこの動画をぜひチェックしてください。というわけで早速トレーニングの内容に入っていきましょう。はい、ではこれから片足スクワットを行っていきます。少し説明していくので一緒に皆さんやっていきましょう。こんな形で膝をつけます。で、前に立ててる方の足に体重をかけて、こっちの足を浮かせに行きます。で、その時に手は前で組んでバランスをとってください。で、全体重がこっちの足にかかるように少し前に倒します。そして上げる。で、そのままゆっくり落としに行って、また膝を下ろしに行きます。これの繰り返しを行っていきます。ポイントとしては、先ほども言ったように、こっちの足であまりこう押さないように、なるべく自分の足だけで。やっていきましょう。では、それでは行きましょう。3、2、1、スタート。それでは逆も同じくやっていきます。しっかり自分の立ててる足の方に体重を傾けて、少し前にしてそのまま上げていきます。そして来た道を戻るようにして、ゆっくり膝をぶつけないように落としていきましょう。では行きます。行きます。よーい、スタート。それでは次はジャンピングスクワットの方をやっていきます。ジャンピングスクワットは横から見ると腰をしっかり落とします。このように。その時にあまり膝が前につき
き出るような形にならないように、しっかり体重をかかとにも乗せるようにして後ろにお尻を引いていきます。で、胸はあんまり前に倒しすぎないようにして胸を起こしながらまっすぐ座りに行きます。で、ポイントとしては自分の肩幅よりも少し足を開きます。で、そのまま座った時に あまりね、こうガニ股になったり内股になったりしないように膝をまっすぐ落としていきます。そしてこの体勢から上に飛んで見ていただいたように、上に飛んだ時に腕を下げてバランスを取ります。空中で。そして足がついたら腕を曲げながらまた同じ体勢と戻ってきます。それでは行きましょう。30秒間です。よーい、スタート。で、ジャンプする際にはしっかり足首を使って飛びます、はい、なので飛ぶ時にしっかり地面に対して足首を押して空中でつま先が下に向くような状態を作ってください。で、そのまま体勢を戻して着地します。それでは次にジャンピングランジをやっていきます。ランジというと先ほどのようにこのような体勢をとって膝は実際はつけません、はい、膝がギリギリつくかつかないかぐらいのところまで落として入れ替えて、で、この時に意識してほしい、箇所がいくつかあります。まず後ろの足はしっかりグッと伸ばしにいくようにして大腿四頭筋、そして少しハムストリングを使うようにして体を上げてください。で、前の足は大腿四頭筋でしっかり体を持ち上げにいきます。そして飛んでる時に足をスイッチして逆の足で着地していきます。ではやっていきましょう。それではいきます。手は組んでいきましょう。スタート。そしてジャンピングランジを行うときに先ほどのスクワットと同じで体を倒さないようにしてください。結構倒れ気味になってしまうので胸を上に上げた状態、体はまっすぐに保ちながら真下に落として行ったり、それでは次はエクステーション入りたいと思います。マット等を使ってない人であればここはタオルとか用意してやってください。膝をつける、この体勢から体を後ろに倒します。足で踏ん張れるところまで体を倒して戻す、そして体をまた後ろに倒して踏ん張れるところまで行ってまた戻る。で、このような形で毎回手をつきに行かなくても大丈夫です。体を起こした状態から前を持ってきて、そして足を立てるもしくは寝かせる、どちらでも構わないですけど僕は今回寝かせてやっていきます。足の感覚はだいたい肩幅より気持ち広めぐらいでやってください。では行きます、スタート。そして足の付け方としては後ろから見るとハの字型に膝は
肩幅、足先は足先同士をくっつけるようにしてやっていってください。これをねテンポよくやると結構きついです。はい、そして最後のエクササイズはこちらの壁に移動してやっていきます。それでは最後はこの壁に沿ってやっていきます。スクワットの体勢を壁を使って作っていきます。ということでこういった形でお尻が水平になるようにして完全につけに行ってこのまま静止を30秒やっていきます。でこの時にちゃんと足は肩幅より少し広くまっすぐ膝を落として、そして足の位置が大切になってくるんですけど、足を曲げた時にだいたい90度ぐらいの角度になるようにしてやっていきましょう。では体勢を作っていきます。よーいスタート。しっかりね、大腿四頭筋に力を入れて踏ん張ってください。足で、はい、まあ、体重をね後ろにかけれるんで、耐えれると思いますけど最後まで頑張ってください。フィットネスに関する全てのことをシェアしている筋トレ専門ホームページを制作しました。トレーニングの方法からサプリメント、ダイエットのことまで全て知れるマルチウェブサイト、 Urban Style Fitness。 フィットネスや筋トレについてもっと勉強がしたいという方はぜひ遊びに来てください。今回のトレーニングはいかがだったでしょうか。足のトレーニングは疲労がすごくたまりやすいのと滝汗が出るかと思います。上半身のトレーニングに比べると足っていうのはハードな動きが多くてかなりね疲労困憊で足がプル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 するかと思います。まあそれだけ足の筋肉は大きいのと自分の体全体の体重を足だけで支えてエクササイズするので相当疲れると思いますが、このトレーニングを終えて大腿四頭筋がパンパンに張ってる感じが分かったかと思います。このチャンネルでもいつも愛用しているこのマット、もしマットを持ってないという方はこのマット結構おすすめです。なぜかというとものすごく分厚いんです。これ15ミリぐらいあったんじゃないかと思います。かなり分厚いです。そしてこのねクッション感がすごく良くて餅のように弾力があります。なのでどういったエクササイズやろうとも膝をつけようとも全く痛くありません。なので普段使っているヨガマットですごく薄いのを使っているとちょっと膝が痛いかもしれませんが、そういった場合は自宅であるタオルを三つ折りぐらいにして膝に引いてください。もしくは気になる方は、僕と同じものを一応リンク貼ってますのでチェックしてみてください。そして今回のトレーニングどれも30秒ずつの6つの動きをやってますので全てトータルで3分間です。で今回のこのトレーニングをぶっ続けで3分間やってみてください。今回はね間に説明を入れながらやっていますが、慣れてくると間の動きを止めずにそのままセットとセットをつないで行っていきます。慣れてくると最初から一番最後まで休憩を入れずにできると思うので皆さん頑張ってください。そして軽くおさらいをしておきます。基本的に足のトレーニング今回やりました動きに関しては体あまり前に倒したりしないようにして胸を張ってやるような意識でやっていってください。なので目線もあまり下に落とさない。目線が落ちると体が落ちてしまうので人間の体っていうのは目線と動作が連動してしまうので目線もしっかり正面を見てあげながら胸もしっかり上げてください。そして一番最後は壁を使った静止です。もう見てもらったようにもう壁を使って30秒間我慢してください。このトレーニングの流れでいくと最後かなりきついと思いますけどプルプルすると思いますけどたった30秒です。頑張れると思うので一番最後まで同じフォームでやっていてください。そしてまた動画来週の土曜日12時半お昼12時半から、次のメニューがまた上がります。次も足トレで考えていますのでご興味ある方は次の土曜日の動画の投稿も楽しみにしておいてください。ついこの間上げました動画ではこのチャンネルで募集した質問コーナーの回答動画として動画を出しました。そちらもぜひね筋力トレーニングに関わることいろいろ答えているので見てください。でそれの後編が平日の間に一本後編という形で動画が上がります。そちらもすごく内容深い回答になってますのでそちらも楽しみにしておいてください。そして忘れちゃいけないのが USF、はい、これはね先ほど見てもらったものなんですけど
筋トレのことをもっと学びたいっていう方がいたら、ぜひこちらのサイトをチェックしてください。まあ、筋トレグッズからサプリメントもたくさん紹介しています。そしてトレーニングのやり方、トレーニングの動画っていうこともまとめてすべて紹介しています。なので結構ね、まあ通勤時間であったり、まあ携帯でね、ちょっとこう文章を読めるような時間があったら、ウェブサイトとして用意しているので、動画とは違って知りたい部分だけを参照してもらえると思うので、そちら良ければチェックしてください。ではまた次の動画で会いましょう。さよなら。